ちは、モダンタイムス店長のひろです。京都秋山地三条でライブハウスを経営しております。緊急事態宣言中でございますけど、皆さん元気でお過ごしでしょうかね。ナチュラルキラー細胞ですからね、活性化させてくださいよ。ここで笑って、ナチュラルキラーで免疫力をつけてくださいね。でですね、もうね、1年経ちまして、本当にね、このなかなかままならない状況にですね、イライラしたり、モヤモヤしたり、もういい加減にしてくれみたいなね、そういうニュースがあったり、いろいろなんですけれども、なんかよくね、ライブハウス大丈夫かなっていうことで、いろんな人に大丈夫ですかって言っていただいたりとか、今はね、緊急事態宣言中なんでお休みですけども、飲食店営業している時にみんなが顔見に来てくれたりするんですけども、元気なんですよ。ですねすごい元気なんですよ。で、なんや元気じゃないですかって残念がられるぐらいなんですけど、元気なんですよ。で、なんでヒロさんはそんなに元気なんですかって言われるんですけど、だから元気でいられるにはどうしたらいいかっていうのを常に考えているんですね。で、これが良いことか悪いことか分かんないんですけど、変な感じなんですけど、自分がいつもね、ここにいるんですね、私。で、ここに自分がいて、こう、私のこの目を通して、こう、世の中を見ているという感じがしていて、ここで受け止めたことを、ここで考えてる感じがするんですよね。で、なんかその、こういう状況の時にね、辛いなとか、苦しいなとか、そういうふうに思うことがいっぱいあると思うんですけど、それに気を取られて、大事な一日、一年経っちゃったんで、大事な一年を、イラ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 して過ごす一年、ちょっと損したでしょ、思いません？でも、なんかそのこういう事態でもなんか得られたことがあったなとか、この中でも楽しいことがあったなとか、モダンタイムスにおいてはですね、一面、その売上というね、面を見ると、大変な1年だったんですけど、で、またもや借金地獄に陥ってしまったわけですけど、そういう面はあるんですけど、でもこっちの面でいろんな人に支えてもらってるんだなっていうことに気づけたりとか、配信とかも今までやってなかったことをね、そのやり始めて、どんどんこの、スタッフたちもね、スキルアップしてきて、配信、どうやったら面白い配信が届けられるかなとか、で、今度から無観客配信をするんだったら、その無観客配信でしかできないような何か映像が撮れないかなとか、その有観客の時には撮れないような、ダイナミックな映像だったりとか、例えばその、オフショットだったりとか、トークコーナーだったりとか、そういうその無観客じゃないとできへんような動画みたいなのもね、考えれたら面白いかなとか、ミュージックパワーっていうね、イベントを昔やってたんですけど、コロナになるまでやってたんだけど、トークのとこだけ生配信してたんですね。だからそういうコーナー作ったりとか、もっともっと面白いことできひんかなってなってて、それがすごく楽しくなってきてね、ワクワクしたりして、あかん面といい面があるじゃないですか、物事にね、表裏あって、いつまでもね、
目をそらしたりとか、あの逃げるっていうのは良くないとは思うんだけど、今コロナに対して私たちが抗ってもあのどうにもならないじゃないですか。そのイライラしても、で多分世界中のものすごい賢い人たちが、ものすごく頭のいい人たちが、すごいお金もかけて、すごいコンピューターで、すごい研究室で研究してるはずなんですよ。コロナのことに関しては私たちが想像も、もう想像を絶するところで研究はしてるはずなんですよね。だからそれに対して私たちのその何の知識もない、経験もない、コンピューターもない、技術もない、何にもない私たちが憶測でこうなんじゃないか、ああなんじゃないか、こうした方がいいんじゃないか、これ間違えてるんじゃないかって言ったって、やってますよっていう話やと思うんですよ、そんな研究は。でだったらもうそれが正しいとか間違えてるっていうのは、今は答えは誰にもわからないので、あの10年後とかね、そのコロナがある程度収まって本当にただの風邪っていう状態になってしまってから、あの時のあのマスクっていうのはどうだったんだろうとか、あの時のフェイスシールドは何だったんだろうとか、アクリル板って本当に必要だったのとかっていうのは、それぐらい経ってからじゃないと答えって分かんないと思うんですよね。だったら今はもう文句言わんと素直に受け入れて、あのそこにイライラする時間が無駄やと私は思っています。でその分こっちのワクワクすることに目を向けるっていうか、楽しいことに目を向けるようにしてるんですね。あ、なんか照明もっとかっこよくしたいなとか、もっとなんかこう汗を取りたいなとかね、あのアーティストのね、この息遣いまで映る映像が撮りたいなとかなるじゃないですか。そういうことに目を向けると楽しくなってくるんですよね。でそのなんか、まあ、感情はありますよ、いろいろそりゃあるけれども、その感情に負けないというか、なんかお店を続けていくことが大事なのか、自分の感情が大事なのかってなった時に、どう考えても私にとってはなんですけど、お店を続けていく方が大事なんですよ、自分の感情よりも今はね。間違ったこととか曲がったこととか、自分が違うだろうと思うことをしてまで、うん、悪いことをしてまでお店続けるとかになってきたら感情が勝つんだけど、今のコロナ VS 感情の場合は、店を続けていく方が私は確実に大事なんですね。だからもうつべこべ言わずに店を続けられる方法だけを考えるんですよ。その感情をさておき、どうやったら店を続けられるか、どうやったらちょっとでも生き残れるかっていうことだけを考える。で感情論でなんかものを喋ってしまうというか、ものを考えてしまうと、こんなに頑張ってきたのにとか、こんなに努力したのにとか、こんなに準備したのにとか、その全部水の泡じゃないのとか、なんか思っちゃうでしょ。でなんかどんだけ我慢したらいいのとかそういう誰の真似か知らんけど、なんかそういうことを、なんかそのそういうことに負けてしまうと、結局その店を続けるっていうのが見えなくなっちゃう。そのね、その感情に負けてしまうと。だから今はものすごく感情を殺すというか、で店を続けられることだけを考えてるんですよね。だからその休業要請って言われるならば、休業要請に従って、でちゃんと給付金をもらって、でその先のことを考える。今目の前のことを考えたってどうしようもないので、例えば半年後どうする、あ1年後はどうなってるっていうのを考えて、今からその準備をしておくっていうか、まあなんかそういうことを
を考えてますね。うん、なので元気なんですよね。はい、うん、なのでまあ今こういう状態でね、もう腹立ってもイライラしてもうどうしてくれねーって思ってる人いっぱいいると思うけど、今それ言ったって絶対どうにもならない、世界は動かないしコロナは終わらないので、それをイライラしても、で例えば誰々知事が悪いとか誰々会長が悪いとか分かんない会長って誰か分からんけど、うん、言ったところでコロナ終わるんですかって言ったら終わりませんのでね、誰かのせいにしたくなる気持ちは分かるんですけど、誰かのせいにしたところで何も解決はしないので、それよりかはどうやったらちょっとでもね早くコロナが終わってみんなが幸せな日々がやってくるのかっていうのを考えて過ごすのがいいかなと思ったりしますね。でまあだからまあここに私がいるって言いましたけど、まあうん、ポリアンナ症候群っていうらしいですね、これをね、現実逃避というか、うん、なんか辛い状況があってもなんかまあそういうことですかね。うん、なんかここにこう自分がいてこう世の中を常にそれっていうか 100% それやとね寂しい気もするんですよ。なんかこう誰々さんが好きとかなんかこう幸せみたいな、 なんか楽しいね、音楽聴いて楽しいとか踊れて楽しいとか美味しいも食べて嬉しいとかっていうのがこうここで感じられないのは美味しいよねみたいなそれは寂しいので、そういう時にはここにちゃんと自分を戻していきたいなと思うんだけど、辛いなとかしんどいなみたいな時はバーンってこうここから自分を眺めるようなイメージですかねをしてると、まあ、ちょっとは楽になるんではないかなと思ったりします。ということでね、まだまだ大変な状況はね続きますし、先が見えない、まあ、状態ではありますけれども、諦めてしまったら本当にもう終わりなので、もうええわとかもう無理やでとかもうしんどいなって思ってしまったらもうそこで終わるので、とにかくね前を見て、なんかだから半年後ぐらいですかね、半年1年後ぐらい、コロナが落ち着いたらこうなってよみたいな、こういうことしようとかね、はい、そういうことを考えて一日でも無駄にしないように笑って過ごせるようにしましょう。ということで今日はこの辺で、お相手はモダンタイムス店長のいろでした。チェッ。